雲仙市は長崎県島原半島西部に位置する市。雲仙の地名は西暦701年に行基がこの地に解散したとされる温泉山三明寺の3号が元となっている。この温泉がかつては雲仙と読まれていたことに由来する。雲仙市の地名は町のように合併前の町名を冠した後にあざながつく。各町の地名の末尾に付する名は 名と読む。なお、あず町と小浜町を除く地域においては、名の名称を実感に置き換えて、地名を表記する。住所表記として用いられる地名のほかに、行政上の単位で、自治会としても用いられる、行政区の所属についても併記する。国見町旧町村名を冠した実感で表記する。名の名称は、現在用いられることは少ないが、 行政区名には多く残る。水穂町旧村名を冠した実感で表記する。名の名称は、現在用いられることは少ないが、行政区名には多く残る。市役所が所在する旧あずま町中心部周辺の空中写真。2013年5月24日撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成。東町名の名称で表記する。東町は三村が合併した自治体だが、大技及び旧村名は使用しない。新城は所属地区が不明。愛の町実管で表記する。大技名は現在用いられることは少ない。愛の町では大技を実管に置き換える。名は設置していない。知事は町実管で表記する。名の名称は、 現在用いられることは少ない。大技なし。小浜町名の名称で表記する。末尾の名の文字を削除している。小浜町は二町村が合併した自治体だが、旧村名を干渉していない。また、二町村での合併時に一部解消した地名もある。南串山町実感で表記する。名の名称は、現在用いられることは少ない。大技なし。 歴代市長市長の台数の数え方は何種類もあるが本節では A、B を添える形で書き分けながら解説する。表示欄では第 A、第 B という名で2種類を記載した。A は就任のあるたびにカウントする方式に基づく台数であり、B は同一人物による連続就任をカウントしない方式に基づく台数である。A の方式をとっているは、 八王子市、広崎市、浜松市など B の方式を取っているのは京都市、大垣市などであるが A と B の違いを認識しないまま単純に比較すると誤解が生まれる。雲仙市がどちらの方式を取っているかは未確認である。なお、帰り先があろうとも同一人物を1カウントとする方式もあるが現状、雲仙市は該当しない。 市役所税務所多の市民サービス施設図書館、スポーツ施設等農業オバマ温泉ホットフット105、雲仙観光ホテル漁業観光業幼稚園はすべて、私立である。特別支援学校認定子ども園保育園、最寄り空港は、長崎空港雲前の地獄オバマ温泉人大工事、重要伝統的建造物群保存地区あずち、桃山時代以前の生まれ江戸時代の生まれ。 明治生まれ大正生まれ昭和生まれ平成生まれ。ありがとうございます。